はい、どうもハリウッドでございます。さあドラクエ続きやっていきましょう。もう洞窟に行こうかなと思うんで、寝て突入しますか。かなり状況としては、まあ、ちょっと強く、でもこれくらい強くしないとクリアできそうにないんですよね。薬草とかも全然なくて、買っていこうかな薬草。多分今から洞窟なんで薬草がないとクリフトの MP が枯渇すると思うんで、あとブライがリレミとかあるんで、ブライのリレミット分、ただブライが死ぬってことも十分想定してるんで、まあ一筋縄じゃいかないでしょうね。間違えた。まあこんだけあれでしょ、大丈夫だと思います。相当強力になってますからね、マイメンバーが。あ、ここら辺なんて話にもならないっすよ。ブライが7なんで、レベルが上がったらまたなんか覚えるでしょう。もうちょっとしたら上がりそう。さあ、うん、エンカウント率、おお、しかも先手。もうアリーナがカチカチすぎて、アリーナがカチカチですよ。防御力が守備に、ほら強えな姫。お婿さんは大変やで、アリーナ相手に浮気とかしてバレた時のとんでもないことになりますからね。絶対しない方がいいよ。せんけど、まずゴーストやろうが。さあ、大義なき戦いですよね、これこそ。偽物を助けるという、まあ、なかなか王道のストーリーですよね。偽物が出てくるっていう、その姫の、王子とか姫とかの。敵が多分結構強いと思うんすよね。だから僕は回収したいね。早いっすね。助かる。買おうかなとちょっと思ったもんね。エンカウント率、引いていい音して、引き降りましたよ。これ、ヒャド効くのかな。あ、やっぱな、なんか後ろ攻撃してきそうってちょっと思ったんで、うわ6か、強えなてめえは。キャドルか、援護、よし、がっつり効くし、強え。アリーナで一発で倒せない。いやいやいや、難関よ。大義なき戦いで、うわ、クリフトとブライのヒャドだ、ドーヒャーと通常攻撃の連続攻撃でも倒せる、強いな。いや、装備は万全にしてきてるんですけど、それでもそれを上回る強さだ。まだいっか。おお、お金助かる。いやー、強いんだよねこいつら。スクルトスカラとかしていけってことか。ドーヒャーでも、いやー、強い強い、効かない。くそ、そういうことしてきますか君たちは。いや、まさか、うー、やめて、あぶ、
いやー、くそー、危ない。いやー強いよー。いったんで一人しかやっつけられないっていうのが痛すぎる。マジか。アリーナとクリフトの通常攻撃を耐えてしまうのか。ちょっと難易度上がりすぎじゃない？ゲームバランス大丈夫か。まあ、ありがたいのは、後ろとか真ん中をやらしく攻撃してこないっていうところは評価できますね。素早さのためか。よし。あんまりですね、戦い、ああ、これくらい。これくらいが可愛い。吸血さん、3、4体。あ、きついよ。わあ。先手で目が食らうし。いやあ。あの、マッセ。階層も長そうだしな。オーラリフ、こいつも強いのかな。絶対寝かしてくるってことだぞ。ホーラリしてくるってのは確定じゃないですか。ホーラリ、うぅ、くそー、ホーラリ確定だからね。あ、なぜそっち。あ、攻撃力は優しい。ルーメン、長浜さんラリホー、あ、ラリホーマだと単体になるのか。いや、全然。くそー。やらしい攻撃が増えてきましたね。ちょっと前途足らんよ、本当に。あ、これがいっちゃん嫌い。いやー、もうさー、この、ファミコンならではな気がするんですけど、同じ、今のもね、めっちゃ文句言いたいけどさ、いや、今のも、あの、コウモリ D に、ドーヒャー言ってりゃ、やすけとんすよ。ほら、あいつ、瀕死ってのも分かってたんで、いや。常に、HP が20台。あー、まあでも薬草買ってきたのは正解だな。薬草が、この意味だけでは足りんど。あとあんまり長い回は無理よ。お、マジシャンくん、マジシャンズレッド、マジシャンズブルーっすね。あー、そうか、ヒャドしてくるやつね。やっぱヒャドは効かないか。かけたんだけどね、宿が使えなかったらね、ライブーさんはポンコツ状態です。ドーヒャーを奪われたライブーさんはただの口うるさいおっさんよ。鬼小僧強そうだな。あ、なるほど、バルーサか。こういうことだよ。マヌーサだ、マヌーサ。これです。うわ、強え。アリーナでこんなに食らうの。いや、マジかよ。マッチくれ。いやー、2体か。ちょっと待って。うわ、やべえなー。うわ、こっちのマヌーサしてきた。マジか、こいつ。やばい。やべ。いや、逃げるしかないじゃん。逃げる。あぶねえ。マジか。あー、もう見てくださいよ。あっという間にホイミコカスです。いや、今のやつまともに立ち会えんぞ。どうせいつの強すぎでしょ。お、うー、絶対逃げ
勝てんいでしょう。逃げるかな。一回、ああ、もうクリフトも役立たずになったか。ちょっと、まあまあまあ、一回肌を合わすか。こんなに、ああ、そのタイプね。10!いやいやいや、攻撃力自体はそんなに強くはないけど、これが。いやいや、無理や。マジかよ。逃がして。ああ!ライブーさんが、リレミトが。もうこれでリレミトで帰れんやん。ひぃ。めちゃめちゃよ。いやー、マジか。無理よ、ここ。いやいやいや。1。いやくそアリーナ一人でも逃げまくるしかないじゃん。意気揚々と来たけど、あとどれくらいあるのかな。もう逃げるしかないっすからね。下もあるのか。うわぁ、めちゃ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 っす。めちゃめちゃしてくんな。ひぃ。あー。ボロボロです。なんということでしょう。あ、来た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 。お客様来ました。押しチャンス。チャンスチャンス。ひぃ。ひぃ。ひぃ。チャンス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 。これやろう。いや、違った。マジか。フェイント。やられた。エニクスさんの策略に。あー、なるほど。あれか。いや、頼むぞ。頼むぞ。いやー。よし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 。ナイスナイスナイス。油断禁物。満身はあかん。最後の1分1秒まで。手を抜くな。そう、こう来るからね。いやー、どうしようかな。逃げずに薬草使うってのもありな気がするけど。薬草使った方がいいかな。アリーナ素早いはずだから。先手取るでしょ。やめくれ。あー、ナイス!作戦大成功。オッケー、来たで。逃げよー!押し来た!来た来た来た。さあ、あと10歩ぐらい。駆け込め!逃げ切ってほしい。来た来た来た。駆け込みました。駆け込み乗車はお気をつけください。おやめくださいって言われたけど、駆け込むしかないでしょうよ。いやー、もう、お金がね、もう無理でしょう。薬草は死ぬか。わー、わざと死にますか。その方がいい気がする。いやー、まだ早かったのかな、ここに来るのが。全然話にならなかったからね。お話になりませんよ。恐ろしいわ。ちょっと一応経験値と無駄な抵抗はしていくスタイル。もう無理よ。ルカナンもしてくるし、ラリホーム、ルーネ長浜さん状態です。あ、はい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 。いやー、危ないよ。危ないとこですわ。お金がね、まあしょうがないか。ちょっと、かなり無理がありすぎたか、さすがに。レベリングの低さ、低
戦というか敵が急に強くなりすぎて逃げて逃げて逃げてだったからね、結構レベル上げて防具も揃えて余裕かなっていうふうに思ってたんですけど、全然か。おっしゃ、さあ持ってきたけど確か少年がさ、確か夜にならんと姿を見せなかった気がするんだよね。夜まで外でうろちょろしときますか。いやー強かったなー、ほんとここら辺は可愛いですわ。いや強すぎでしょ。うん、強いわ。もうこっから先もっと強いもんね絶対。いやー武器とか防具とかは揃えられるやつは全部揃えてるはずだからよ。なのにあの強さか、やられたな。参っちゃいますね。前途多難よ、ほんと。まだ2勝だからね。2勝でこの難易度。これが5まで続くとなるとね、これはかなり、おし。このレベルで一気に、ドンと上がってくれんと、ちょっと無理やで。あとは夜にならないといけないから、夜待ちっすね。ああ、間違えた。夜待ち。まあ、どこで結局助けて、どういう展開になるのかよね。ああ、でもそうか、褒美は重いのままだったから、考えとかないとね、何がいいか。何にしますかね。重いのままだから、思いのまま使える権利を20回にしてくださいとかで、なんかこの何ですか、よくあるじゃないですか、その、まあ、ドラゴンボールでもいいですけど、あの願いを言ってみようみたいなとか、願いを叶えてくれる杖とか、あれ使用回数があったりします。なんかこう何でも叶う杖の使用回数が10回とか、ドラゴンボールだったらその願う一個だけ言ってみようみたいな。で、多分これ、思ったか言ったことか、それか多分、小学生の時とかでしょうね。話あったと思うんですけど、ね、願いを一つだけ言ってみようって言われた時に、じゃあ願い事を100個にしてくださいみたいな。で、願い事を一つにしてみろって、一つ言ってみようって言われて、じゃあ願い事を100個にしてくださいっていう、叶えられる願い事を100個にしてくださいって言ったら通るんですかね、それは。分かった、じゃあ1個じゃなく100個にしてやる。マジかってなんないですかね。だから思いのままって言われてるんで、じゃあ思いのまま、褒美は思いのままの権利を定期的にくださいと。気ままに、あ、ちょっと例えば今日、あ、ちょっと今日車欲しいなって言ったら、今日車買って、で、車来たら、あ、やっぱちょっとバイクだな、やったら次の日バイク買ってもらって、で、次の時にちょっと家、飽きたからちょっと違うとこ住むかって言ったら買ってもらってっていう、こう、自由気ままに言い続けるという。そういう最悪なこと。何がいいですかね、現実的な話だと。出資してください、会社を起こしたいんで出資してくださいとか、なかなかあれじゃないですけど、なかなか現実的な話じゃない。出資してください。で、営業の人だったら営業に入って、営業、僕は仕事で営業してたら、営業で保険入ってくださいというか、その顧客リストくださいとか、なんかそのよっていろいろ紹介してくださいのがいいかもしれないですよね。だからもう家族親戚丸ごと入れるか。いや
ぱね、そういう出会いを活用していかないとね、自分の力だけでは絶対限界があると思うんで、お、暗くなった。絶対限界があるんで、まあそういう、ここはもういいやろ。人の力ってのは使えるものは使った方がいいですからね。さあ、お、るっしょ。取ったよ。さあ、姫を取り返しに来たぞ。えい。どうやら約束のものを持ってきたらしいな。早くこっちへ来しな。やだ。姫が死んでもいいのって、いいっていうのか。早くこっちへ渡すんだ。困るけど、ああ、そういうことね。確かに受け取ったで、じゃあ姫を返していい、あばよと。返したよ。助けてくれてありがとう。ああ、もうお姫様なんてこりごりだわ。ごめんね。私本当は姫じゃないの。私の名前はメイ。ただの旅芸人よ。お姫様のふりをしたらみんなよくしてくれ。つい調子に乗っちゃっただけ。おう、じいと。さあ、お迎えも来たようだし、私そろそろ行くわ。お礼と言ってはなんだけど、この盗賊の剣をあんたにあげる。いやいや、思いのまま。思いのまま。いや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 、思いのまま。ちょ、追いかけろ、追いかけろ。思いのままだぞ、あいつら。くそ。思いのままやつっとんのにな。褒美は思いのまま。分かってたけどさ、一応ね。思いのままなのにね、鍵か。鍵で思いのままにできるのかな。さあ、次はバーザーか。そうね。本物が来るとは限らないよ。まあ、鍵をもらうから絶対に一応フラグとしては、ここを行っとかないとダメってことだろうね。槍か。ああ、鎖がまく。そうね、ブーメラン撃って、ブーメラン撃って、鎖鎌か。アリーナが鎖鎌装備できるっていう前提ですけど、多分鉄の槍はクリフトしか装備できなかった気がするんだよね。まあアリーナメインで行くから鎖鎌でしょ。さあバザーに行くか。バザーで掘り出し物見つけようかな。バザーで掘り出し物ないかね。いやー、めんどいな。さあ、次は新たなイベントのとこですけど、でもね、今レベリング足りてないんじゃないかな。さっきの洞窟なんて、まあ、手も足も出ないし、まあですけど、武器が増え、そうか、武器、レベリングがダメでも、鎖鎌に装備してる。変わるね、だいぶ。攻撃力が。あとは、いい魔法を覚えていってくれれば助かるけど。ただそのバザー周りの敵がね、こう複数体がめんどいわ。複数体、おお、ダブル回心。ライブさんがなかなかの空気っぷり見せますからね。もうヒャドの意味がないですもんね、ほぼ。だって普通にもうアリーナとクリフトさんのこう通常攻撃力が高いから、もう魔法使いの意味、魔法使いのヒャドの意味、序盤はね大活躍ですが、そういうのいるよね。前半戦だけ活躍して後半戦はもう空気みたいな。あんなに俺のことかばっててくれたのに。もう今や時代はね、流れていくわけですから。いつまでも過去の栄光にしがみついてたはいけないと。厳しい世の中やね、ほんと。あ、キアリーで回復させて、あ、敵の強さが若干気になるけど、この、あ、結構強いかな。さっきの洞窟クラスだと思うんだけどね。
やっぱアリーナに鎖がばってだけでも全然違うな。アリーナに鎖がばで全然違う。エンカウントリス、あーやっぱりね、さっきと同じですね。洞窟と一応リベンジパターンよ。うー強いなこのヘビ。塩ホイミしとか、あ待ってます、一体ずつ確実に倒そう。7、アリーナで7ってことはもうクリフとかブライト10くらい食らうのかな。ブライは攻撃しない方がいいな。7か、強えなこのヘビ。砂漠ヘビだよ、砂漠ヘビ強えな。ブライが空気だからなんか覚えてさ、ちょっと挽回しようよ。アホカンタか、ルーラ、あいいね、やったじゃん。ルーラはいいよ。さあバザーに行こうかな。よし、バザー開催中。まだええやろ、いろいろ売ってんのかな。バザーっていうぐらいだから。モーニングスター1250円か、高えな。でもこれくらい貯めないとな、ダメなんだよねきっと。で防具もね足りてなくて、聖堂の鎧クリフトさんだけか、まあ、買っとくか。クリフトに聖堂の鎧、未だに盾がないのか。盾が欲しいね。エンドールね、エンドールで武術大会だから、あ珍しい壺はいらんか、見ていっておくれ。ここに確かマウのマウの運風があります。マウの運風が、お力の谷、ナイス。マウの運風がある、運風が言いづらいよ。ナイトくん、あアリーナ姫探しましたぞ、すぐにお城へ戻りください。王様が、王様大変なの。いやいやいや、フェイントじゃねえ、フェイントかもよ。美術大会が目的だからね。美味しい料理はいかが、ほっぺが落ちても知らないよ。おお、そうやって口説いてるか。なぜ姫を口説こうとしている。いらっしゃい。バザーっていうか、なんかすごいのがあるのかなと思ったけど、そうでもねえな。いろいろ買いすぎちゃって。そんなにあるかね。あ、じゃあ、戻りましょうか。ここでライブさんの出番です。よくぞ戻られました。戻ってまいった、大変です、実は王様のお声が出なくなってしまったのです。なんと、おなんとしたことじゃ、お声が出なくなるとはこのこと、他のものには知れぬようにしたか、このままでは。おそうじゃ、裏庭の部屋にそのゴンジーダ、何かわかるかもしれませんぞと。筆談、筆談できんかね。当時そういう風に思った、あ確かもう盗賊の鍵があるから開けれるんだよね。筆談うるさいけど、筆談ってわけにはいきませぬか、さすがに。なんもね、ここだけすごく豪華な部屋だけど、普通に考えたら王様の部屋より姫の部屋の豪華にする気がするけどな。過保護ではないということか。あでも色合い的に一緒か、ベッドの質はこっちの方がいいかもしれないですね。あとお肌で、
色合いでなんか派手感をだごまか出してごまかしてるけど、そんなに大きな変化ないかもしれんな。さあゴンジーさん来たで。なんとお子様、王様の声が出なくなったのでございます。そういえば詩人のマローにも昔の音いためだとか。あーなるほどね、隣の村でララ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 ランド歌ってたやつな。オッケーオッケー、翼がよう出るの。さあということで一回動画これ終わりたいと思います。次はその王様の声を取り戻す旅ということですかね。頑張っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。バイバイ。